はいどうもパラプンテ J リーグサッカーチャンネルですということで、今回東京ベルディは沈まないというところで、J1 第13節の振り返りですね、やっていきます。よろしくお願いいたしますということで、さあもう J1 も第13節終了と、ねベルディが沈まるというところで、ずーっとこれ負けなし継続ですよね、ベルディの粘りが。 半端ないというところでね、3点リードされた状態、まあ、0対0参加の状態からね、追いつくというところで、前の日にはね、我が裏レッツもですけどもね、えー、3ロで新潟をリードしていって、よっしゃ、これ、勝ったら風呂入っていこうっていう、ね、状態ではあったんですけど、そこからあれよあれよとね、えー、ね1点差まで迫られるみたいなところがあって、もう3点差すら我が裏はね、えー、安泰できないのか、安心できる、リードじゃねえのかと思って、でもなんとかね、4点目取って、 勝ったんで、やっぱギリギリ、それでもまあ不安要素は残ったんですけどね、ただね、実際3点差から鹿島が追いつかれるというところで、これでヴェルディは何試合で10試合ぐらい負けがないですよね、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10試合ですよね、10試合負けなしで、でアーディショナルタイムにね、点取りまくってるみたいな、まあ、知ってもいいけどもね、しかし、まあねあのアビスパ福岡戦もね、ラストプレー、チアゴ・アウベスが決めていれば、またアーディショナルタイム にね、決めていたみたいなところなんで、まあ、ヴェルディの粘りが凄まじいというところでございまして、さあ、えー、じゃあ、そんな13節振り返りですね、まあ、えー、レビューみたいな対象と話は、えー、しません。で、今回も浦和福岡、栃木に関しては別に動画を上げてますんで、それ以外の試合の振り返りですね、まずこちら、その勝ちはヴェルディですけどもね、3対3と。 いうとこスー点数マン、名護、上田選手のゴールで、えーね、3点リード、まあ、取った時間も良かったですよね、前後半の、えー、立ち上がりというところで逆にベルディからしたら、ねえー、鹿島をじゃあこういうふうに抑えていこうという、ね、練習をしっかりやっていた中で、ね、その最初、まあ、作戦通りになかなかうまくいかんなとい,いう感じがしますね、5分と、えー、8分の5、名護選手のゴールは非常に良かったし、上田選手のところも、ねまあ、セットプレーからというところで、あれ、一旦コーナー キックが、ねえーね、なくなって、コーナーキックじゃないゴールキックっていうところにはなったんですけれども、その後ね、ねコーナーキックに変更になってというところで、上田が今日はフリーでしたしね、えー、決めて3対0と。 いうところでソッカーゴールはね両者、生まれず24分からね、えー、約10分に1点取るみたいなところ12分かちょうど12分に1点取ってね、えー、追いつくというところで斎藤、木村、美ねーいやベルディねー持ってるというかやっぱこれも実力でしょう、これ間違いなくねねいやーねなかなかに面白いゲーム展開を、えー、見せてくれたベルディと。 いいうところでござまます、まあ斉藤選手のゴールもねうまかったですしあそこに決めるんだみたいなところもあって木村選手のゴールもね良くて。で、まあ やっぱ何か起きるような雰囲気、まあ、アウェーなんだけどもね何か起きそうな雰囲気が、ね、あって、まあ、ちょっと鹿島からしてはパニックというかどうしたもんかねっていうところでヴェルディが後半のアディショナルタイムに点取ってるという嫌な、ねえー、ところでまたうちらもやられるのかみたいな不安要素がもしかしたらメンタル的にあったかもしれませんけども結果、追いつかれと。 いうところでただね、ね鹿島、諸岡選手非常に調子いいですよね、諸岡選手とかね選手交代から流れが悪くなったんで、ある意味鹿島の選手交代一度ところ、そこから流れが悪くなる、諸岡は非常にこの試合、右サイド活性化させていたんで、ね、よかった、まあ、諸岡、ノーノーの,この若手コンビっていうところは今後の鹿島、えー、右サイドは鍵になりそうですし、トップ下としてね大活躍してる、えー、名護選手、もともとボランチとかサイドハーフのイメージは名護選手ですけど、トップして今年ね本当活躍を見せておりますんで、まあ鹿島もね、 本当、ね、いい若手が育ってるなっていう感じがします。さあ、えー、ここから鹿島逆襲であるか、ヴェルディは残留に向けて、本当に、ね、大きな大きな、えー、10戦負けなしのドロというところで、本当10試合連続で勝ちの途中なかなか、ね、難しいところですもんね。でこちら フロンタルサポートというところで3-0。いやゴミス、J リーグ初ゴールからのハットトリック。あれ、ライオンパフォーマンスでしたっけね。えー、ね、我々、売られてサポーターからしたらね、非常にあのパフォーマンスはね、ゾクッと来るものがね、えー、トラウマとしてあるんですけどもね、えー、ゴミスのゴート。 いうところでね3対0、まあ、ゴミスもね昨年夏加入から相当苦しみましたもんね、それこそ昨年のね天皇杯のね決勝ね、ね pk 戦、えー、レイソル戦の PK 戦でもね、ねこう決めれば勝利というところだったかな、でも外してしまって、本当にゴールネットを揺らすことができなかった、えー、ゴミス選手ですけれどもね、えー、前半のうちにハットトリックショイというところですね、で逆に札幌は、ね、勝ち切ることができず、まあどうすっ かな夏場の補強ねどうするか、まあ家泉選手は相当、ね、自分のプレーを反省してましたもんね、自分がもうちょっと厳しくマークに、イケばとか厳しくね行くことができれば流れが変わってたんじゃないかみたいなことを確かインタビューかなんかで言っていたんで、まあ、ただ、家泉選手もこれがまあね J1 でね今年初めてですもんね、昨年、ね、いわきにいたんでね、中、えー、ところで、まあ、フィジカル能力は高いけどもってところで、まあ、ま最近ね先発出ることも増えて家泉選手まあこうゴミスみたいなね、まあ世界基準 の選手いろんな経験してきた選手相手に何か得るものがあれば今後の成長につながるんじゃなかろうかとい、えー、ったところでしょう。まあ、ゴミスの3得点、フロンターレでねここからまたね上がることができるかどうかというところでしょうね。でこちら 湘南町田は泥というところで、ね、湘南はねこれでなんかねオプタジローさんのデータによるとね湘南は首位相手には負けないみたいなもう結構、ね、何試合連続でずっとね湘南は首位いじめをしているというところでね首位のチームに多分、何試合だったかな、まあ、負けがないというところでこれからね首位にいるチーム上位にいるクラブは湘南とのゲームではねえ要警戒と。 いうところでまあだから、町田からしたらねこの試合もそうですけどもやっぱりいかに保持率というところですよ、ね、保持率を下げることができるかどうか相手にこうボールをどんだけ、ね、持たせることができるかどうかというところで、まあ、湘南ベルマーレも自分たちでこうボールを持ちたいチームでもないんでねまあそこがなかなか難しくなったのかなというところ湘南あの町田・ゼルビアからしたら、ね、あるかもしれませんしねやっぱりゼルビアからしたらねわかりやすくフロント とかね札幌みたいにボールを、えー、持つクラブの方がやりやすいというのが、えー、あるんじゃなんかがてが絶対あるんです、これね。あるんですけども、しかし、この試湘南もね絶対自分たちでこうボールを、えー、持ちたいみたいなクラブではございませんので、そこの難しさは、まあ、ボールの預け合いというかね、いやー湘南さん、ボール持ってちょうだいないやいや、ゼルビアさんこそみたいな、なんかね、お互いの良さちがうやりたいことっていうのが、あーねうまくいかなかったのかなってう、ゼルビアには。 なってきますけどどもねどうななるかなまあ一応法事的には湘南が上回っているんですけどもね法事率は湘南が上回っているんですけどもただゼルビアとしてもね、えー、なかなか難しく結局シュートの本数も枠内シュートも湘南ベルマネが上だったんでまあ、相手にボールを持たせることには成功したけどもただそこでうまくいかなかったっていうところかなかもっとかまあ、ボール法事率はなんか湘南が上回っているんだけどもっとこうボール持った時に強みが出せる相手の方がゼルビアとしてもねや、えー や,りやすかかったんじゃないかで逆に湘南からしたらね普段はこうボールを持つチームではないんだけど、まあ、こんだけシュートで終えることができたというところはね、ねまあ、これは今後、ながらまあ自分たちがボールを持ったときに、えーね、強みを出せるんじゃないかというところでございましょうかね。さあえゼビアね、ね次の試合、まあ、前半戦、首位で終えることができるかどうかというところで、まあ、月末にはウラリスのゲームありますんでねどうなることをやるというところですね。でこちら グランパスガンバゼ01ガンバというところで岸本、えー、J1 初ゴールでしたっけね。右のウィングとして、ね、元のサイドバックなんだけどもね、サイドハーフとして、えー、初ゴール。途中で今年、ね、先発が落ちるところもありましたけれども、まあ、結果残すというところで、まあ、グランパスはね、本当広島に、ね、いい形で勝ったとかしていたんですけども、しかしガンバはね、本当今年はね、えー、なんかね、これガンバなのっちゅうなんかスタッツのゲームがね、 多いでででですすけども、まあ、ポイトス監督2年目でねね結果残しててままよ、ね、こ,これでまあ5位まで上がってくるやっぱね、1年前あんだけ苦しんだガンバがね、今こんだけ結果を残すというところでございまして、まあ、確かグランパスはこの試合、えー、枠内かな、枠内シュートがゼロというところで、やっぱりこう枠内シュートがゼロというところはね、ね次のゲームにどう、えー、反省点として生かしてくるかというところでしょうね。でこちら えー、セレッソ神戸というところで1対4ビッセル神戸セレッソの勝利と。 ね、山口本田大阪名所まあいろんな選手が点取っていいですね僕は一人がハットリック決めるゲームよりもこうやっていろんな選手のねいろんな選手いろんなポジションの選手が点取ろうが、ね、好きなんでねまあ、えー、そういう意味ではねこの試合ビスルコベこれでまあ主位まで浮上したんでねいや連覇に向けてね、えー、多分今年初ですかね首位はね、えー、中途でございます、ね、セレッソねこの間までは優勝争い首位争いを位首位ですね主位争いしていたセレッソなんですけどやっぱ一つの負けから、えー っっっとと言ててててしまっていてまい、あ、サッカーの怖さを感じるところにはなってきます、まあ、ハブナー選手と、えー、ハブナー選手がセンターバックで船木選手はサイドバックというところでノボリ選手の離脱中の方が痛いのかなという感じがします特に今年のセレッソのサッカーってノボリ選手が、ね、時にはダブルボランチみたいに田中俊太選手とダブルボランチ組むみたいな時間と一瞬ねあってとといろんなところに顔出して、ね、そのアンカーを決めるとかも していたんでちょっとノボリ選手がいなくなった影響が今、この試合は出たのかなというイメージには。 なってきますけれどもね特に、大木原選手とセットプレーやっぱ今年、大木原復活の年ですね、うん、本当ねカウンバック賞があれば大木原選手に上げたいぐらいありますけどね,本当ね昨年まではねまあなかなか出番がなくてねマリノスでは優勝貢献とかした選手なんですけどヴィッセル神戸はねこの数年間苦しんでで今年はしっかりねこう出番を得ていて結果も残していますんでまあ、本当に、ね、木原の活躍が目立つヴィッセル神戸というとこね。です。こちら FC 東京カシというところが3対3ですね、ちょっと喉の調子が、ね、ピーク迎えてますね、えー、3対3というところで、まあ、中川選手は、ね、取り返しましたね、ゴールで同点後まあ前半、ね、約10分間かのうち2点入ると。 いうとこでしたねでリーゴオリベ松木のゴールルのも、犬飼選手のゴールもも素晴らしかったでですね、えー、でも犬飼のゴールは今年のベストゴールになんか入ってきそうというかね、うーんこう5月の月間ベストゴール賞がザヘディになるか犬飼になるかというところかな、なんかサンタナ選手のロングシュートとかね、えー、ザヘディ選手のロングシュートもすごいんですけど、なんかこう、犬飼選手のちゃ,んちゃんとした流れじゃないかな、なんだろうな。うーんこうゴー ゴールが空いていてたからサンタナとザヘリーが決め切ることができたんですけども犬飼選手のシュートはもうゴールキーパーもしっかりいたしディフェンスも、ね、ブロック引いていて人数としても足りている中ではミドルシュートなんでちょっと他の、ね、2ゴールとは違うで僕はウラレサポーターなんですけどもねで吸収枠としてね10年間住んでいた福岡も応援をしているんでザヘディとサンタのゴールがね今年ベストゴールに選ばればね嬉しいんだけど一方で僕はザヘリーとかサンタナのゴールよりもこの犬飼のゴール が好きですね、うん、しっかり人数も揃っていてキーパーもいる中で決めたゴールなんで僕はね犬飼いのゴールがね多分犬飼いのこのゴールかねサンタナかザヘリーか中とかベストゴールになりそうな感じがするしまあ多分犬飼いのゴールよりもザヘリーのゴールがなんかねベストゴール賞とか受賞しそうな感じがするんですけど個人的に好きなのは犬飼いのあのしっかり人数が揃っている中でミドルシュートなんでねちょっとね 選ばれてほしいかなーって感じがしますけどもでその後島村選手もゴールを決めていますんでまあレイソル、今年守備が堅いんで3失点は非常に珍しい数字今年最多かなちょっとねあれわ分かんないですけど3失点はねあんまり記憶にない今年のレイソルにはなってきますんでで畑野選手がもう今年2回目の退場というところでゴールキーパーの年間2回の一発退場ってなんかあんまり珍しいみたいな話をオプタさんから聞きましたけれどもさあ、いやーねどうなることやら。まあシー東京もたたかった たでしょうしレースルもね財布順に向けて勝ちきれなかったの相手というところでございましょうねーって言うと最後、えー、順位表確認こちらでこれが、えー、13節終了した時点での順床まあ暫定も暫定ですねマイナスは acl の影響で2試合 ありまませんので、まあ、2試合の未消化分を全部勝利とすれば21勝ち点が21なんでまあ、5位ぐらいまでは浮上できるマイナスというところ、まあ、得失点差の関係で5位か6位かというのがマイナスですねで隠れ5位6位がマイナスですよねでレースのゲーム数が少ないながらも、えー、現在14位、まあ、ながらって使うおかしいか、えー、勝ち点1試合消化少なくて勝ち点15の14位と いうとこですねまあ、勝ってもまあ10位か11位かちゅうところですね、で鳥栖が今回勝ちましたんで、18位、まだ湘南との差というところでね特殊点差これ総得点か、もね得殊点差でも並んでいますんでね、ねた,ただ、まま並んんででいすただねサガン鳥栖わしたら僕も鳥栖に住んでいますんで、ねえー、なんとかじ、ね、をしてほしいで上位に関してはヴィッセル神戸、ゼルビア勝ち点で並ぶと。 というとこで、すねで我がウラレッツはね、またガンバにね、えー、ガンバを追い越すことができずっとこの数節ガンバが、えー、目の上の単行部状態で上にいるんですけどもね、このまま2クラブ同士で一緒に上がっていくんですかね、というところでございまして、さあ、えー、ね、アビスパ福岡も9位ですもんね、9位の福岡から、えー、4位の SC 東京まで3ポイント差なんで、ね、勝ち点的にはもちろん高い以上の結果次第ですけどね、福岡も全然ね、トップ5に次の試合で入ってくる可能性もあるというところでございまして、さあ、どうう。 なることだという J1 ですね。はい。ってところで、以上です。パロウンテージェルサッカーチャンネルございました。よかったです。ますますの。